ナチュラルなメイクって感じなんですけど。メイク動画を撮っていきたいと思います。すっぴんでお風呂上がってきたばかりで髪もちょっと濡れてるんですけど、やっていきたいと思います。あーやだやだ、おでこが広い。コンプレックスですね、おでこね。この間前髪自分で切ったらね、こんな短い毛ができたの。今スキンケア終わってるんですけど、いつも化粧する前になんかこういう美容液、みずみずしい感じのものを塗ってからの方が化粧のりがいい気がして、そういうのよく塗ってから塗ってます。これ100均のやつ、これなんかこうとかもなんか何でもいいんですけど、これ結構100均のこの美容液さらっとするから夏とかはいいかなと思って。これはあらこんな感じで塗っていきます。私が一番塗りたいのはこの目の周り、この辺とかこの辺とかがすごい化粧のりが悪いと本当に肌全部がね汚く見えちゃう気がして、でこれでお化粧の準備が完了です。で私がいつもお化粧で重要視してるのがリップとベースメイクはすごい気にしてるところですね。でも本当にね簡単なことしかやんないんだけどね。普段結構しっとり系の BB クリームを使うんですけど、なんか夏になってきてちょっとベタベタするなっていう時が最近増えてきたので、ずっと気になってたティントファンデーションをちょっと買ってみてて、一番最近気に入ってるのがこれのこの羊さんですね。一番のアイボリーってやつなんですけど、これが一番白いやつで、すごい思ったよりも白かったから結構濃い色でもいいかなっていう風に思ってるんですけど、下地をつける時もあるんだけどつけない感じでいこうかな。これがなんか結構色がすごいつくから本当にちょっとだけのせちょんちょんちょんって感じで点置きしていきます。伸ばしますね。私は最初指で塗ることが多いです。なんか指の方が楽でこんな感じで結構ガサツに塗っちゃうんですけど、塗ってなんか白って思うんですけど案外ね肌にだんだん馴染んでくるので大丈夫かな。こんな感じ、お化けみたいだな。なんか仕上がりはちょっとこんな感じで、わかるかな。なんかこれがすごくて、そうティントなんですよ。だから本当に塗った後めちゃめちゃ密着して、もうほぼ何も塗ってないみたいな、ほぼ素肌じゃない、違うかな。まあちょっといろいろ見えるんですけど、高い化粧品使わないので、これミシャのマットの方の21番なんですけど、これを本当にずーっと使ってて、いろいろクッションファンデ好きでいっぱい持ってるんですけど、なんだかんだこれが一番好きです。ナチュラルに綺麗に見えて、私の好きなツヤ肌っぽい感じにしてくれて、崩れてもなんか綺麗かな。鼻とこのほっぺのこの辺にちょっとカバー力足んないなみたいなところにこうやって塗ってプラスツヤを出します。ほらなんかちょっとツヤツヤってしたでしょ。ツヤツヤってするのここら辺がツヤがすごい大事で、まあそんなね、でもね一番はね保湿してから始めることが重要だと思う。本当はね、おでこ出すタイプだったらおでこにも塗りたいんだけど、前髪を下ろしちゃうので、おでこには塗らないです。あね、結構私、あから顔だから、この辺の赤みをね、ちゃんと。ケイトのアイブロウペンシル A、自然な茶色、BR3 番ですね。こちらですね。こちらかな。眉毛はね、ほんとこだわりは全然なくて、なんとなくです。
眉毛下手っぴだから前髪を下ろせばね気にならないかなっていう感じですね。周りを描いてって、私眉毛の高さとかほんと違うから綺麗な眉毛にはならないんです。これもケイトだね。ケイトのデザイニングアイブロウ 3DEX4 番。この真ん中の色めっちゃ汚い真ん中の色を取ってで取ってでボサボサボサってぼかします。バカにされた。エチュードハウスのカラーアイブロウマスカラナチュラルブラウンです。逆立っててこうやってやって寝かせる寝かせるって感じ。つけ方ほら全然色違うでしょ。なんかこれは前にたまたま韓国で買ってなんかそのままちょっと気に入ったのでもうまた買いました。もう眉毛はねなんか太い太い。もう眉毛はこんな感じです。チークが私チークにチークを使わなくて何を使うかっていうとティントリップです。粉のチークを使うとなんか崩れてきた時に毛穴が多いのかな、なんか毛穴って感じになることが多くて、この辺がクリームチークしかもともと使わなくて、唇に合わなかったティントリップとかをほっぺに塗ってみたらめちゃめちゃ持ちがいいし、発色もやっぱねティントリップっていいから、これをいつも使ってるんですけど、エチュードハウスのディアダーリンウォータージェルティント RD301 番なんですけど、こちらですね。これはチークとして使っても2本目になるんですけど、これは本当になんか何もない状態にしてからこれをちょんちょんってやってこうつけると本当にほっぺがポッてピンクの人みたいにつるってする感じになるから好きです。縁ですごい取んないとボテってつけると危なくて、あとティントだからね落ちなくなっちゃうから片っぽずつつけないと両方つけてこう伸ばしてからこっち伸ばしてやるともう伸びなくなっちゃうの。だからこうちょんちょんってこうやってでねこういう感じで3つぐらい折ってこんな感じ、感じ。あ、そうするとほらツヤが全然残ったまんまなのさっきのアイメイクしないことが多いんですけど、今日はちょっとアイメイクするバージョン。なんと私はチークが登場しちゃうんですよね。なんかねアイメイクはふわふわさせたくて粉のチークをで、チークって結構あんまギラギラしないでポワーって感じにしてくれるからポワーって感じの目になりたくてよく使います。サナエクセルのグラデーションチークアプリコットピーチです。これはこの色はねなんか色が白い人にめちゃめちゃ合ってると思う。もともとこの色のなんか血色があるみたいな感じでふわふわってピンクな感じのパッてしてくれる。この上から2番目の薄めの色が好きでもほぼないんですけど、目にこのハケもいいよね、塗りやすい目に塗りやすい感じ , 笑わないで。目に塗りやすいんですよ。こうファーってファーってやってで、こう血色が私本当にないから血色が大事すぎて目元にもピンクを置くんですけど、これみんなに合うことなのかわかんない。なんかザ・ピンクっていう色があんまり好きじゃなくて、ちょっとアプリコットピーチはあのオレンジピンクみたいな感じのピンクだから自然な感じのピンクです。もうラブリーな感じにはならないピンクです。リンメルのショコラスイートアイズの001番です。これもずーっと使ってる2番目の色を本当にめちゃめちゃちょびっと取って、私は垂れ目がコンプレックスなので目尻の方にあんまりアクセントを置きたくなくて、目頭から中心に目頭の方だけ、しかもこう二重幅ぐらいで目頭だけしかならないんです。垂れ目の人はちょっと
おすすめのやり方なんですけど、垂れてない人はあんまり勧められないです。でこのアイシャドウめちゃめちゃ発色が良くて、でギラギラしすぎないから、私の好きなホワッとした感じにしてくれます。アイシャドウ終わり。こんなぐらいしかアイシャドウしないんです。ビエラ資生堂のやつです。よくみんな使うやつね。本当にまつげが下に向かってめっちゃ強く生えてるんで、ガンって上げないとね、すぐ落ちてきちゃうからガッツリ上げます。で結構最初に毛先までこうカールを若干つけていて、その後はもう根元グッグッって感じのタイプで、カールを毛先までねゆるゆるつけたら、次にこの根元からガッてやって、で私こう内側に向かってね、目頭の毛が一番しぶとくて全然上がんないから、内側に向かってこうやってやるんですよ。そうするとほら上がったでしょ。このやり方は結構上がりますよ。上がりすぎだなって思う人もいるかもしれないんですけど、私はまつげかなり重要で、アイメイクではアイシャドウよりまつげがかなり重要視してますね。若干カールさせるのを最初やったら、もうあとは根元、根元だけまた内側にこうやってめっちゃ上がってるでしょ。両方見て修正して、次マスカラがヒロインメイクのロング&カール。これが本当にいい、使ってる人多いと思うんですけど、私これ以外使えないですもんね。カールが本当に落ちやすいまつげなので、これはもうキープ力が抜群すぎて、これ以外使うともう本当に泣きたくなっちゃう。これをね、最初は根元からつけるんだけど、結構伸びるから、私はまつげも目尻につけないんですよ、垂れ目が気になるので。だからこの真ん中中心部分を主につけて、あとはこの毛先にちょんちょんちょんってやるとめっちゃ伸びてくから、毛先にこうやってちょんちょんちょんってやります。こんな感じで、こっちも最初は根元からやって、あとこれつけすぎ注意だからめっちゃ落としてくださいね。こうやって根元からこうやって一回何回かやったら、あと毛先、毛先、毛先、毛先にこうやってやって繊維を伸ばしてやります。どう？めっちゃ上がったでしょ。そう、目が、まぶたが重い人はまつげこうバッて上げるだけで、めちゃめちゃなんかこう光が入るように、目がね光が入るようになるから、まつ毛とかすると逆に重くなってこう目が全然開かなくなっちゃうから、まつ毛パーマとかの方が好き。次が、そうだ、私いつも唇のケアとかほぼしないので、メンソレータムです。リップはね何でもいいんですけど、ベースメイクが終わったら一回ここでリップを塗って、全部やってる間ちょっとケアしていくみたいな感じ。ほんとガサツだから。あ、そうだ、アイメイクまだあった。大粒のこのねラメのやつを、これをこれまたチュッチュッてチュッチュッて取って、で私はねなんか若干目の下にキラキラってくらいの感じが好きだから、目頭よりのとこにこちょんちょんってやって、こう指で伸ばして目にちょっとだけね光が入るようにします。ヒロインメイクです。落ちづらいのと、あと落ちた時に目の下パンダみたいにならない、アイラインがっつりあんま引かなくて、目尻のここからここら辺からこうやってちょっとだけスッて引きます。こう前から見た時にまつげの一本かのように描くのが良くて、私は垂れ目だからもう垂らさないんですけど、まあ垂らしてもいいかもしれない。まつげの一本みたいな感じで描きます。これだけ。リップは結構日々日々違くて、 Amazon でめっちゃ安く買ったやつで、下だけに塗ってまんまんまんまってやって、上にもつけて、この上のこの山のところは指でこうやってます。あんまねがっつり縁があるのが似合わなくて、
ちは基本ぼかします。なんかミシャの一番オレンジっぽいやつ、ザオレンジみたいな色。結構リップを重ねて塗るのとかも好きで、さっき塗ったやつが薄ピンクっていう感じなので、てん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 、あんま塗りすぎない。でまんまってやるとちょっとコーラルっぽいなんか色になるんですよ。わかるかな。なんかピチコがここに今隠れて、最近この色のリップが好きでよく塗ってます。手がめちゃめちゃリップでこう赤くなっちゃうんですよ。取れないんですもん、少しも取れないので。これが嫌な人はあの綿棒でやってください。私は別に気にならないからこうなって感じ毎日。これファンデーションブラシなんだけど、シェーディングのブラシどっか行ったから。これを全部3色に混ぜて、もみあげからこのエラーの部分にかけて、あごシュ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 、こんな感じで人それぞれね、気になるところに塗ったらいいんじゃないかな。で私はおでこが広すぎるので、おでこにもちょっと塗りますし、はい、ということでメイチコは完成しました。メイクしてたですよ。最後にこちらの、ポッチが去年サンタさんにもらってたやつですね。そう、ポッチのリップ、これをつけてしっかり完成したいと思います。みちこはね、めちゃめちゃ縁つけるタイプなの。私は、めっちゃ、はみ出てません？ちょっと今、鏡なしでできなかったみたい。昔から結構メイクを見るのが好きなので、よく見てるんですけど、なんか、難しいですね。はい、というわけで、完成でーす。おでこがね、全力で広いのでね、前髪が、あると全然違いますね。こんな感じです。ちょっと韓国っぽいんだよね。ではこんな感じで大丈夫かな。簡単なんですけど、参考になれば嬉しいです。この動画がいいと思った方、参考になるなって思った方、グッドボタンとチャンネル登録を、何それ、チャンネル登録をお願いします。バイバイ。